村井さん突然なんですけど、はい、最近バイヤーって言わないの？ああいやいやありますよありますよ。ちょっとだから毎回同じだとあれかなと思って書いてたんですよ、バイヤー。はい、突然なんですけど、私あのバイヤーチャンネルの方でですね、あのファイターさんと今度動画撮ったんですよ。ゲーンファイって言われたんですけど、撮りましてですね、ゲーンファイ、はい、はい、本人いますよ、本人来ました、来た来た来た、ゲーンファイ、はい、はい、ファイター動画を撮ったんですけど、ゲーンファイ、ファイ止められた、止められた、ゲーンファイ、本物やっぱすごいっすね。あ、全然違うね、本物全然違うね。あ、やばい、びっくりした今。もう一回行く、はい、ゲーンファイ、ゆるい話ってのバイヤーチャンネルでフリートークみたいなのやってるんですけど、うんうん、その時に彼がね、ファイ、はい、こうやってなんか盛んにね、俺はモテたいみたいな話をしてて、なんか昔からでもそういう雰囲気あるよね。そうなんですよ、ファイターさんは、うん、でなんかその後こうモテについていろいろと考えてて、はあ、なんかこう趣味とかってモテ要素じゃないですか。え、今日何の話？あ、グッズ紹介です。グッズ紹介、よかったなんか雑談してんのかと思って。いやいやいや、ちょっとなんだなんだって思っちゃった。ほう、いろいろこうしていくんですけど、グッズ紹介に落ち着き入れるって。はい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 、オープニングトークだったのね。はい、うん、そうなんですよ、うん、で趣味ってモテ要素だと思ってて、あのラテアートとか結構あるじゃないですか、うん、いけそうじゃないですか。あの AD 赤松がね、そうなんですよ。何 AD 赤松ラテアートで彼女できたの？ラテアート彼女できたかは知らないですけど、ラテアートキャラなんですよで、なんか龍内とかと話してて、あ、それは絶対なんかあのモテる趣味だみたいな話をしてて、うん、でもあのファイターさんとか我々で、僕がラテアートとかファイターさんがラテアートと違う、似合わんわな、ですよね、うん。で、まあ、この iPhone を使って、まあ、そのまあ業界の中でいろいろやらせていただいて、我々的に何かないかなと考えたんですよ。私ね、ひらめいたんです。何すか？写真じゃないかと。まあ一個あるね、なんかこう、うん、アーティスト系じゃないですか。写真は結構強いからね、見てて楽しいですし、うんうんうん、でそんな時にただこう撮ってるだけじゃなくてね、もうひとひねりグッズとかでするとグッと本格度合いが増すんじゃないかというわけで、うん、それ何なの？超かっこいい、これ何それ？レンズなんですよ。反対側についてるのは iPhone6 でございます、うん、その iPhone ですね、これ、うんうんうん、でこっち側にこれがカメラのレンズなんですが、うん、そこにね、拡張するためのレンズがこの丸の中に収まっているんですね、うん、どうですかこの見た目からして、なんかあ、こいつやるなっていうか、なんかなんだそれって思うね、はい、うん、でですね、それがレンズがキルンみたいな感じで動くの、こっからですね、うん、ご覧ください、もうバシャッと出てくるんですよ。これそういう出方、そうなんです。でですね、一番わかりやすいので言うと、これ何タイプかレンズあるの？そうそう、3タイプをね、切り替えられるんです、回転 でこれがですね、 FL であってるかな、へー、魚眼レンズをやりましょうかね。じゃあ、これ写真を入れるので、うん、皆さんちょっと画面出てくるのご覧ください。はい、ないとき、ちょっと山村さん失礼しますよ、うん、はい、ないときの写真ここに出してください。じゃあ、あるときの写真いきましょうね。パシャッと、すごい広く映るんですよ。そうだね、ないとき、おお、広いね。あるときですよ。私、顔色悪く疲れてるなはい、という魚眼レンズとか、他のレンズはい、マクロですね、顕微鏡的に映る、拡大して映るやつ。ああ、それはもう完全に接写系だね。そうですね、はい、接写でござる。偏光レンズっていうのはですね、例えば光が乱反射している水面、水面ですよね、とかを映るときに綺麗に撮れたりとか。そういうのなんだ。そうなんですよ、光がですね、レンズに何ていうのかな、直接入ってこないようにすることで、その光の跳ね返りというか当たり方が一定じゃないところでも綺麗に撮れるっていうレンズなどなどがですね、こう回転させてですよ、切り替えることで撮れるという本格派のケースでございます。これ作ってるのが白馬さんっていうメーカーで、もうガチのカメラメーカーさん、なんか聞いたことある気がする。有名です、プロ用のカメラパックとかで超有名ですし、あとは私がよく使ってる一脚、はいはい、なんかも白馬さんの製品で。あ、そうなんだ。そうなんです。カメラ用のグッズとしてはね、とっても素晴らしく、しかもなんかこうこの見た目がなんかこういい感じじゃないですか。でもそれ、そのレンズ、はい、iPhone 向け、スマホ向けレンズってなんか
結構もっと軽くつける系が多いじゃないですか、はい、それ完全になんか本格的に iPhone のそのレンズに対してカシャッって感じだよね、ちゃんとハマる感じだよね、ぴったり。そうですね、手動というかもう完全にそれで機械というかなんというかガシャンと出てきますね、なんかちゃんとできそうね、より本格的だね。はい、いやなんかね結構すごいと思ったよ私、それカチャカチャやる楽しみとかねあるんですよね、操作する楽しみ、ちょっと触っていただいて、おー男心くすぐるじゃないですか、ちゃんと止まる、はーすごいね。はい、ちなみに使わないときはこれ、まあ、出っ張ってるので写真撮らないときはまあちょっと大きいかなと、ここで外せるんだ。そうなんです、ここを押してですねクイッとひねるだけで外れますので、こうやってねひねりを入れるんだね、専用のキャップがあって、これをですね、すごいじゃん。そうなんですよ、これはね考えられてますよ、四六時中あれじゃあねちょっとでかいので、こうするとこうキックスタンドが出てきて、これ最初にここからやった方が良かったんじゃないの。あ本当ですか、まあ、基本カメラでとりあえずやったのでこうなってですね、このこれすごいじゃん。そうなんですよ、ここに全然厚みがなくなります。はい、普通の iPhone ケースになるとちょっと出張ってますけどね、こういう感じです。はい、すごいなこれ。なのでちょっとねこんなのをゲットしてですね、写真を趣味にしてですね、うん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 、最初の話に戻るとですね、こうモテキャラを目指せるんじゃないかみたいなね話もございます。じゃあみんなでこのケース使ってカメラ、 iPhone、 写真追求して、はい、モテよ、ゲームファイッバイヤーさあファイッ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 。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします。私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にもさまざまなイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますのでぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやおすけバイヤーのチャンネルなどたくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですのでぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。